自分の人生を変えていく本当に本音で生きていくっていう風になって自分がなんかこういうセミナーに行ったりとかねなんかクラブハウスに入って、ね、いろんな人の話を聞いたりとかポジティブになっていってうわーこれって人生やっぱ自分で変えることができるようになるんだってなった時に自分の家族とか友達が、まあ、反対するっていうことではないんですけれどもなんか友達とか家族がついてこないっていうことがあるんですのでこれについてちょっとお話したいなと思います。 わかるよねなんか自分がセミナーに行ったりとか本を読み始めてやっぱ自分の家族にシェアしたいよね。ね中にはもちろんシェアして家族同士でうわすごいなって言ってなんか新しい自分を変えるためのウェビナーに,あーウェビナーに参加したり Zoom のウェビナーとかでもやっぱりそうやってなんか中にはその家族が何やってんのとか。 思う人もいらっししゃると思うしね中にはうまくいくときも一緒に運動しようよとか言ってそうだねと言ってねなんかそういうの羨ましいよねなんかあの旦那さんと奥さんが一緒に運動してて旦那さんと奥さんが一緒にね勉強したりとか素晴らしいことなんだけどでもリアルに何が起こるかのリアルにはそれが起こらないっていう事実を感じている人もいっぱいいらっしゃると思うのでね その今そうなってるんだなってまさにそうなんだって感じている人はぜひちょっと最後まで聞いていただければ嬉しいです。で今日ねその中で大切なポイントはこの2つなんですよ。1つはコミュニケーション力を育てていくっていうことをやりましょう。ね、これはちょっとあのこのビデオではあの説明できないことなんだけどこのコミュニケーション力を育てていくとその自分がその相手に押し付けないで今学んでいることをシェアできる。 だかからそののななんていうのかな普通よくあるのはあこれ見てこれ見て旦那さんに見てこれすごいんですよすごいのよこれやってみてってこういうウェビナー一緒にやらないとか言って嫌だよとか言ってその抵抗感っていうかねそ,のその人のカンフォートゾーン からあまりににも違うことになっているからあなたを前に知っていた世界に自然に戻そうとするのねあなたのカンフォートゾーンあなたの人生あなたの考え方あなたのハッピーとあの落ち込んでいるっていうこの,あの、まあ、グラフで考えるとそのあなたのカンフォートゾーンがあってあなたは自分の古い生き方変わっていってるんですよあなたは今上がっているリフトしているんだよね。 ね、なんか波動系の人だったら波動が上がってるっていうのかな次元上昇みたいな感じでリアルにあなたの人生は変わっていくとチェンジが来てるわけなんですよ。じゃあちょっとスライドでカンフォートゾーンを説明したいんだけど例えば上下に上が幸せ下がなんか打つサッで右に時間があるっていう風にしようよ。でなんか自分のムードが、ね、週末で月曜日 ほねね本当に何かトラブルが会社であって <laughs> でまた週末ちょっと上がってきたしもうちょっとで週末あ,あい,い,いい旅できたみたいなあ,あでもまた月曜日に仕事だって言って何かトラブルがまた起きてもう最低でも金曜日もうちょっと金曜日ああ週末になってくるぞみたいな感じであ良よくなったみたいな感じでこうやって自分のムードが上下に行ったりするよねでよく見てみるとこのこれをグラフにするとねこうやってウェーブになってるわけよでもしやりたいんだったらこうやってまああの点数をつけてね このンンフォーートゾーンこれをカンフォートゾーン僕呼んでるんだけどこれ点数つけて例えばこの20の差があるカンフォートゾーンって言えるよね。っていうことは。 この次のグラフで見ると分かるけど、ここは自分のね、じゃあ20の差があるカンフォートゾーンとしたら、もちろん自分よりなんか鬱になってる人,人とか、落ち込んでる人とかね、悲しい人とか、自分でもそうなった時あると思うんだよね。でまた自分より幸せな人もいるっていうのは分かるよね。だから同じ人生、同じ時間なんだけど、その人の生き方が全然違うと。で、今こうやってセミナーやって何やってるのかって学んで、自分のカンフォートゾーンをちょっとずつ上げていくっていうことなんだよね。で あなたと結婚した人はそのチェンジする前のあなたと結婚したわけよ。だから、なんかチェンジをしてなんやねんみたいになってどうなるかわからない不安を感じるんですよね。 それは当たり前だよね。だからそのコミュニケーションを通してコミュニケーション力を使ってその自分の相手を大丈夫だよって言ってちょっとそのチラ見ね自分の世界こういうことを学んでいるんだっていうのを見せてあげるようなそういうコミュニケーション力そのスキルを育てていくと本当におそらく80%ぐらいのこの悩みは解決されると思います。こういう時は本当に脳をベースとして話していくっていうか。 ね、だから相手にいやそれは違うなって思えるような、no、っていうようよよな質問をするんだよね,ね例えば、えー、とちょっとねこれ練習してないからうまくいけるかなちょっと僕英語でね主に話しているから、まあ、日本語にすると例えば、ねあのじね、やっぱり自分の人生をもっとよくするために学ぶっていうことは悪いと思うって聞くわけよそしたら「いや」って言うじゃん。でも で自分の良くするために学ぶの大切だよねとか言ったら相手はいいえって言いやすいんだよね心理的にいいえっていう方が人間は言いやすいんだよねだから本当にコミュニケーションうまくなりたいんだったら相手がいいえっていうようなそういう質問そういうチャンスを作ってあげる相手ははいっていう「やす」っていうのは難しいんだよねでも「ノー」っていうのは楽なのよ心理的に考えてるんだよねだからこの まずコミュニケーションっていうのがあってもう一つはその孤独な道ということなんですよねどういうことかっていうとその自由っていうこの奇跡なようなことに感謝をするっていうところにフォーカスをするとこの感情が自分が思っている感情が変わっていくと思いますね自由っていう素晴らしいこのみんな持っている その生ままれれてききたらそれができますよね,ね自由に生きることができる。だからあなたも、ね、自由に学んだり自分の人生を変えていくことってできますよね。ねそれ素晴らしいですよねよかったよね。そこで「いやだメだよあんたそんなことそんなセミナーやっちゃダメだよ」とか「ね、勉強したらダメだよ運動したらダメだよ幸せになっちゃダメだよ」みたいなそんなルールないよね今この日本ではね。ね 北朝鮮だったらマジあるかもしれないよ、ね、恐ろしいけど、うん、でだからそれはすごいことなんだよねで相手にも自由っていうのはあるんだよねであなたはその自分の理想ではない世界を許してあげることができるかっていうことだと思うんですよ ここに深い学びがあると思わない理想じゃない世界を許してあげることができるのか。 ね、でよく僕たちは理想じゃない世界になったら怒るんですよ、本当に怒るんですよ。で、この間、あのクラブハウスでリアルに億万長者、あの億万長者ですよ、本当に、あとインド人の方だったんですけど、なんか,あのなんか人間を月で、あの月で住めるように、生きていけるようにするプロジェクトを動いていたり、本当にあの癌がなくなるような,あのようなプロジェクトを動いている、すごい本物の億万長者と、ね、本当にそういう彼が言ってたのは、みんなこういう話忘れてるよねって、インドで深い話があるんですって。 でよくあし僕は初めて聞いたんだけどなんかお父さんと息子がいてで息子がなんかあの車の事故になったのかななんかの事故になっちゃってあ,あの足使えなくなっちゃったんですよ。ねだからこうやってなんか片足使えないのかわかんないけど足使えないわけだから動けないわけよでその村の人たちがみんなそのお父さんに来て「あんた本当にごめんね」って「最悪だね悪いことが起きたね」って言って。 ね、かわいそうって言ってでもそのお父さんもいやそうかなって思ったわけよねで何が起こったかっていうと数ヶ月後にその国が戦争するっていうことになったんですよで若い男性全員がドラフトされて戦争に入る軍に入らないといけないっていうことになったんだけどそのお父さんの息子は足が悪かったから軍に入らなくてよかったんですよねそしたらその村の人たちが全員来てねよかったねってその人に言ったわけよ よかったあんた本当にラッキーだね。なんであんた本当にラッキーなのって。ね、わかるだから、そのね、この宇宙っていういい、自分ができることとできないことってリアルにあるんですよ、自分のパワーでできること,とでき、できないことが。で、不幸になりたいんだったら、できないことにフォーカスするといいと思います。 できないことで、くそーなんでこれできないんだろうもっとこうならないと、もっとお金持ちにならないと、今の人生ダメなんだ。もっと、もっと、もっと成功しないと、他の人がね、そういうムードになってる時に、自分もそういうもっと車が欲しいとか、今じゃダメなの、自分の旦那もこういうのを学ばないといけないの、なんでこれって認めてくれないのなんでこの子供の、いや、もう変えないといけないのっていう、いや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 、OK。それもあるよ。それもあるよ。でも、本当に今何が起こってるってわかるわかる本当に。 なねそのこの後いいことが起こる可能性もあるよね。ねで別にその人が、ね、自分の旦那さんとか奥さんとか家族とか友達とかそのありのままのその人を本当に愛してる尊敬してるそれか自分で条件作ってるあなたこういうことやらないとこあの友達になってあげないよみたいなちょっと子供っぽくなってない。 もしちょっとでも子供っぽくなってるって言ったらそこが次の学びだと思わないかないずれかそれ学ば成功した後でもいずれその,なんかその旦那さんが一緒にいや,じゃあやろうよとか奥さんが一緒にやるとか友達が一緒にウェビナーに来るってなってもね別にその子供っぽく人に押し付けるとかそういう条件を作るっていうのはリアルに自分で改善していきたいもう役に立たないから手放していきたいなって思う心じゃないかな。 だからここにその孤独の道っていうところに入ると孤独なんだけど中に入ってみると温かくていっぱい愛があってみんなつながってるんだっていうこの深い深いつながりがあるんだよねありのままの人を受け取ってあげる何があっても大丈夫だよってこれはその僕が死んでもあなたの死後霊になりたいぐらいだよみたいな永遠に続く愛だよねだそのスタンスから 自分の周りを見えるようになると人間たちね自分も人間なんだけどこの世界人類にめっちゃめっちゃ尊敬と愛見えてでそうすると自分がなんかビジョンも見えてくるんじゃないかなと思いますあい、right. じゃあ今日はこのぐらいにするんだけどちょっとね今朝あのクラブハウス聞いててなんかこういう悩みがあるんだっていう話を聞いたのでちょっと参考になりたいなと思いました最初はコミュニケーション力ね コミュニケーションについてはやっぱりあの怖い人と話すっていうことも絶対やらないといけないことだからあの本当にあのそれについてはまたね話していきたいよね断り方とかね。 あの怖い人とかがいるとどうしてもビビっちゃって何にも言えなくなっちゃって本音で生きてないっていうのは自分で分かるんだけどどうやってコミュニケーションを取ればいいのか分からない自分は揉めるっていうのが一番嫌だからその人と揉めたくないからついつい我慢しちゃうこれが本当に一日一センチみたいな感じでこれ気づかないと本当に夫婦関係とかだったらね親子関係とかだったら本当に何かパワハラぐらいになっちゃうあの関係にもなっちゃう時があるから特にあの。 ブラック企業とかもこうやって始まるよねグレー企業とかもその1センチ許したら次の日また1センチ1センチ1センチで1年かかってたら本当に自分が地獄みたいなところに行って断れないし怖くて大変なところだっていうところがあるからそういうこともこれからの時代はそれがないようになっていけるようになると思うから本当にこうやってインターネットで学んだりとか。 ね、そこまで難しく難しいことじゃないんだよね言葉っていくのはでこれ実際にやれるようにやるとドーパミンシステムだよね脳のドーパミンシステムがあってすっごい気持ちよくなってくるのね怖い人と話せるようになってくるとすっごい気持ちいいんだよよかったすっきりするってでもめないで話せるようになってくると本当に自分も自信も変わってくるから OK クリスいつも僕話が長くなっちゃうんですよすいません All r h t じゃあねまたえっ、ー、と,、えー、とこういうビデオいっぱいアップしてますのでチャンネル登録していただければ嬉しいですでえっ、ー、と今 見てるのは分かんないんだけど3月の1日からえとフライトプログラムっていうあのーえーとマスターマイルのコミュニティオンラインサロンオンラインサロンを始めますあのどういうことなのかっていうとやっぱりその自分のビジョンに向かっていくっていうのはすごい難しいことで自分のカンフォートゾーンとかも入ってきてやっぱ自分の習慣だよねだからその仲間同士で、ね、あの1ヶ月に2回なんか 仲間グループと話して今週こういうのができたんだけどこういうのができなかったんだっていうことを話したりそのプランニングのスキルを学んだりとかコミュニケーションスキルを学んだりゴールセッティングっていうのを本当に学んだりそういうことができるようなオンラインサロンを3月1日からやりますので、えーとね、おそらくねなんかあのー、スペシャルプライスは出すと思うのでもし興味がありましたらぜひね参加していただければ嬉しいです Alright、so、for checking out this video thank much out next time, guys, you you so see ありがとう